焼きなま指導、意外にありな洗剤かも、というわけで、やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？今回はあんまり聞き慣れない、焼きなまし純銅ケーブルの紹介だ。以前紹介した上級ケーブル、ギャラクシーラブにも採用されてたケーブルだな。今回紹介するのはリドラバ、赤い溶岩の意味で、その名の通り真っ赤で艶消しされた表面皮膜が印象的だな。このケーブルは、焼きなまし銅、という聞き慣れない素材を採用していて、かつ、ギャラクシーラブと異なり、単一素材で作られたケーブルだ。焼きなまし銅という素材のポテンシャルをチェックしたいなら、こちらのリドラバがおすすめだな。さてさて、一番最初にこのケーブルの傾向を言ってしまうと、ボーカル帯に有利、マルチドライバでも音が膨らみすぎて不明瞭にならない、高音域低音域は程よい明瞭感。同価格帯の HC 形成ケーブルと比較すると、古川銅を採用しているグループよりはっきりとした音の鳴り方で、中音域が肉厚になりすぎるのが苦手な人におすすめ。超高純度単結晶に比べて、中高音域異常が刺激的になりすぎず、定番単結晶銅ケーブルより、温かみとボーカル帯の表現力に優れるな。感触のバキバキなボーカル帯よりも、温かみがあり、自然で、また、高純度線にありがちな、鋭くなりすぎない中高音域異常を求めている人におすすめだ。加えて、低音域も程よいバランスに収まるので、中音域を重視したい人、かつ、解像度分離感一辺倒になりすぎず、温かみもあるボーカルを欲する人におすすめの印象だった。このケーブルは、この価格帯の中華ケーブルとしては取り回しも悪くない。ねじれに強く反発する傾向はあるけれど、それ以外は基本的に問題なしだ。曲げに関してはあまり抵抗がなく取り回しやすい。重量もそれほどなく、一般的な範疇で使用できるイヤホンだろう。コネクタ周りはスノーエージーなどでも使用されていた、中堅クラス向けのもので、これもそれほど重量がなく取り回しやすい。と、そんなわけで、全体に扱いやすく多少太め、くらいの印象だな。表面加工により、布の上を滑らせた時のタッチノイズも少ない。ただ、引っ張り方向への負荷では、ケーブルがたわむため、ゴリゴリというノイズが生じるぞ。歩行中なんかには使わない方が無難だな。おとなしく腰を据えて聞くタイプのケーブルだ。さっきも言った通り、レッドラーバの印象は、ボーカルが引き立つケーブル。ただ、やっぱりこの価格なので、より低価格の、ボーカル以外の情報量がちょっと減るから、結果的にボーカルが聞き込みやすいケーブル、とは異なり、ボーカル帯以外の音もしっかり解像度を保ちつつ、ボーカル帯の良さを前面に出してくる印象だ。この価格帯の定番洗剤である、高純度単結晶銅とかと比べると、似て非なるものとなっていて、特に、ボーカルのウォームさにより表現のうまさが寄っている。一方で、高音域の金属音表現とかだと、やっぱりレッドラーバに有利なポイントもあるな。ケーブルの色がレッド AG よりかなり明るくて、合わせるイヤホンによっては安っぽく見えてしまうのがすごく残念。黒色と皮膜を差し替えたモデルとかもぜひ欲しいな。音色としては、ボーカル帯にウェットさと元気さを同時に付与でき、それ以外の帯域に余計な息切を与えない、目的が明確でありながら、ほとんどのジャンルに対応する、非常に優秀なケーブルだと思う。電子音や演奏を潰さず、ボーカルをひときわ描き出せる良質なケーブルなので、ボーカルイヤホン難民の皆さんはぜひ試してみてくれ。と、言ったところで今回はここまで、